わあ、布レースどうしよう。これも厄介ですよ。青木源太選手が節間で今トップの成績です、シリーズリーダーですよ。にもかかわらず6号艇から動きを見せなかった。これはもう無茶しませんよの合図と取ってもいいのかもと。5号艇の太郎選手はさっきも豪快にやられてしまった、はい、となるとその上は楽々青木源太選手いけちゃうのかな。となると4号艇の白井選手もかなり今節いけてないですから、はい、やられちゃうだろうな。3号艇の西川さんもこれやられちゃうだろうな、となるともう1か2か6か。おお、ってことはここ絞れるってことですよね、勝ちたいなら。俺は逆に、逆にきつめの選手しかいないから、はい、誰が2着になってもおかしくないかなと。でも青木選手が3頭にはまあいるんだろうなと思って、で16前1前6っていう買い目を書いたんだけど、はい、びっくりすることに今162がもう8倍切ってんのよ。え、だからこれ相当絞んないと厳しいですね。そうですよね。あーやだ、あーやだ、これはきつい。でも絞ってそんなそれ通りに行くほど硬いかって言われるとどうなんですかね。6号艇ですからね、何が起こるか分かんないと思いますよ。青木選手だってここビリ取ったって痛くも痒くもない、痛くも痒くも何の影響もないところだから、ってなった時にどこが美味しいかなってとこですよね。そうそうそう。はい、佐藤龍太郎選手からの1-2差し前12点ですが、1-2-6がここはもう度紙になるんですが、それ以外が来るだけで浮くという素敵な状況でございます。インから順番になってくれればそれだけでいいというね。で、青木源太選手が動いて少しでも着を上げようという素振りもなく、はい、何もしないでいてくれたり、それから入っていこうとはしたけども邪魔がいてみたいなことになってくれたら美味しいなと思ってます。そろそろ私勝たないとやばいんですよね。歌出しゃいいんだよ。私あとんめっちゃ音痴ですよ。歌手なんでしょう。え、じゃあアイドルだったんで、なんかその下手くささえも可愛いみたいな感じで許されてたんですよ。で、ダンスも下手くそキャラです。じゃあもうずっと隅っこの方。そうですね、16番手でした。あ、3分前ですよ。私やばいんですよ。え、どうしようどうしようどうしよう。はい、12126162のもう2点でここは勝負します。12全部買おうと思ったんですけど、ちょっと負け続いてるのでここでちょっと取り返したいなと思って強めに行きます。え、勝負かけかけ勝負かけいっちゃう。ウィッチさん、ここで勝負していいですかね。いけ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 やばいやばいやばい、締め切り間際、勝負勝負、各5000円。やばい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 、おお、焦った焦った。てか、こんな秒で印刷するの本当すごくないですか。この機械全員でゲンちゃんをブロック。全員でゲンちゃんをブロック。そう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 、これは出てこれない。いいよ、そこなんとかなんとか。いやー、すごい来ちゃってる。来ちゃってますね、うん、もう来ちゃった。え、あ、なんかあるか。はい、ない、もうダメだ。1-2-6 だわ。 162? が残ってますよ。4が、よしよしよし、146ならまだある。126お願い。無理だな、ね、164だな。164は本当に持ってない。12、恐れ入りました。はい、言っていたことが起こっております。悔しい、もうやだ、もうやだ。まあでも勝負した結果だから、はい、これはしょうがないんじゃない。
結果論だけど16前1前6って僕が最初に書いてたのをまあここが見るとこもあるけどいいやって買ってれば、うん、当たりは当たりだったね。でもそれで自分が満足するのかしないのかっていう見ってことですよね。そう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 、私はこっちを選んで負けたんでよかったです。よかった。せっかくなんで浜名湖といえば、はい、土日とか、はい、あの繁忙期こういう感じでこう屋台が出るんです。お祭りみたい。何が有名なんですか？あの浜松餃子とか。浜松餃子いいですね。焼きそばも美味しいですよ。うわー焼きそば。こっちはほらお好み焼きとか何でもありますよ。せっかくだからなんか土地のもの土地のもの食べたいです。土地のもの浜松餃子食べたいです。松本さん浜松餃子食べていかない？浜松餃子ないです。俺もでも浜松餃子ってない。何が違う？何が違うんですかね。餃子ですねっていう感想しか出ないような気がするんですけど。分かんないです、まあ、もしかしたら浜松感がすごい出てるかも。浜松感分かんの？分かります。なんかうなぎが入ってるとか餃子に。はいはい。ちなみにこの辺のお店がまとまって、はいはい、6月の中旬ぐらいお店になるんだって。なるほど。節間ずっとあそこで食べられるようになるんですか？おお。ごめんなさい、よだれで滑舌がうまくお腹空いてますね。回りませんでしたけれども。買いましょう。じゃあ、あ、これで買うんだ。お腹は減ってますよね。吸ってます、振ってます、吸いてます。焼き餃子、焼きそば、もちもちポテト、明太マヨ、牛カルビ串、牛タン串も、牛タン串食べたい。じゃあこれ一旦一回これにしとこうか。一旦私行きますね、うん、食べらんなそうだからお願いします。大食いなの？はい。ああいいよいいよ、好きなだけ食べてもらえる。いや私だけ食べる。お金払うのこっちの大人だから。最終的にいっぱい買ったら、はい、なんかああおごりでもいいよっていうことはあるかもしれない。うわいつかいい焼肉をおごってほしいです。そこは違います。いつか私が爆勝ちしたら師匠に美味しいものを食べてもらいたいですが、ただ正解なんで。じゃ今のカットで、はい、もう一回テイク2、はい、いつか私が ボートレースで爆勝ちしたら、うんうん、いつか師匠にいい焼肉をおごって食べてほしいです。そんなことを言ってくれるようになったか。っていうのを2畳目でやるのは早いんですよね。はい、ちょっと早いです、うん、めっちゃ景色いいですね。抜けがすごいでしょ。なんか海の色が綺麗すぎません、うん、周回展示をさ、はい、こんな優雅な気持ちで見ることないでしょ。本当に特等席。なんかいいですね、ここ見渡しもいいですし、見晴らしね。めっちゃうめえ。しかもね、素晴らしいですよ、この景色が。天気もいいし、最高ですね。おいしい。なんかやっぱ普段と違う場所で食べたら同じやつもかける5ぐらい美味しく感じますよね。たまにやっぱハラハラすること言うからさ。あの子がビビってものに気をつけ出したらもうおしまいですから。じゃあポテトもいただきます。あ、やばいやばい。うん。普通のポテトでした、思ってたより。危惧していたことが起こりましたよ、今。がっつり使ってやってください、あれを。いや、なんかもちもちポテトって書いてたんで、お餅ぐらいもちもちなのかなと思ってたんですけど、もちもちっていうよりも、もちカリ？もちっとカリッと。のいちさんもポテト食べてみてください。ありがとうございます。はい。なるほど、ポテトですね。そういうことね。ですよね、うん、食べたら分かりますよね。ファーストフード店で食べるポテトよりしっかりめに揚がってるじゃん、はい、はいはいはい。その分だからカリって言ってるのも分かる。もちカリですよね、うん、うまい。浜松餃子いただきます。うん、美味しい。
ね、お嬢さん、はい、餃子の浜松感はどの辺に感じ取れたの？餃子の中に入ってる具がめっちゃでかくて、おなんか浜名湖の情の広さをその具の大きさで表してるのかなって思いました。なかなかやるじゃないか。それそういうなんかこだわりかなって思いました。今出てる屋台のメニューはそのままあの中に移るわけじゃないという、ちょっと我々もちょっと若干のギャンブルで今収録してますんで、これ食べたいなって思ってきたらなかったみたいなケースも皆さんあのご容赦いただきたいと思います。今日浜名湖荒れてる印象なんですけどね、いい感じで向かい風が 4,5 メートルは吹いてるので全然イン逃げてないですよね。今日準優勝戦の前の一般戦でインが勝ちやすい番組がそんなにないように作られてましたね。あ、今日どんな日ですか？荒れるのを期待していいと思います。ここなんかチャンスじゃないの？角に倉持リリ選手がいて、スタート女子の中ではめちゃくちゃ速いですから十分一撃は期待できると思います。今節成績的には振るってないですが一発を期待したいところ。黒崎さんはギアケース変えてますよ。ギアケース変えてます。あれ黒崎さんってさっき変えてなかったか。ああこれ戻してくかもしんないな。さっきのレースでもギアケース変えてたんで、まあ良くなかったからもう一回戻してみようみたいなことかもしれません。部品交換に変えて戻すというのがあるんだけど、はい、戻しましたとは出ないので、ギアケース交換、ギアケース交換になっちゃう。いやこれはリリちゃんの一発売れるだろう。4から売れてますね。146ボックスが売れてるんだね。売れてます。ここで言うとその首痛いですか？あ、首痛いですか？痛かったです。ああ、坂東さんのスタートが厳しいので、もともとスタート速い選手でありますけど今節いけてる感じはあまりないので、4のスタート力を考えると他の人も成績振るってないですから、5の湯浅さんね、まだ B2 の新人さんですよ。4のリリちゃんが行った時についていけんのかっていうのもある。ただスタートだけ見てると悪くないし、3着に今節も3回絡んでるから4前後はありだよな。でそう考えると6の3着もあり、展開さえありゃ腕は A1 ですから4前後6になるんだよな。オッズ的にがみりそうなところもありますが、416が今 17.6 倍、はい、461も 17.5 倍と、その辺がちょっとがみるゾーンに入ってきそうな気はするんですけども、まあそれ以外は非常にいい感じでついてますんで、なんとか一発。暇になってきた。いや、あのこれを考えてました。この4が行った時に3とやり合って、うん、ここでやり合ってくれてる間に、うん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 、こことここも行っててで、ここは結構スペース空いちゃってる状態で、うんうん、2の差しとかってあるのかなっていう。ああ、そのケースもあります。例えばですね、極端に言うとこういう形になって2がへこんで3がいると視界に入るらしいんですね。うーん、右に、はいはいはい、あー来てる、はい、しかも2がいない、いない。そうするとこの2がいない分3が回りやすいので、普通に回るともう3にこうまくり出されるんです。うん、でそれを嫌がるために1が3を恐れて早めにもう仕掛ける。はい、そうすると今度こっちに膨らんで結構ちょっと遅れてた2が刺さっちゃうというケースもあります。で今度それが4だったりすると、はい、視界に入らないぐらい遠いが、はい、ガーンってくると、はい、1号艇の選手音で分かるんですって、はい、あ来たっていう音が聞こえて、はい、こっち向きながらガーンって握ったらやっぱり流れます。そうするとやっぱ2が刺さっちゃったり3まで刺さっちゃったりして、私はじゃあリリちゃんが行って、うん、
逆にリリちゃんが行ったけどミスしちゃったパターンで考えます、その抜け目を。うん、となるとどうなるだろう。まくりきれなかった。まくりきれなかった。まくりきれなかった。いこう。スタートがうまくいかなくて。4っていうのは基本は待って差しに構えるのね、はい、それなのにまくりに行くということはスタートがこう2、3円覗いてる形、はい、で行く行く行くけども3がこう行って、はい、1は先回る、はい、2が差しに構える、そこの間に5ズドン。いいですね、非常にいいですね。5ズドンか1に行って、うん、そこから4が追いついて1、2、4とか。ああ外をぶん回ってね、はい、それもいいと思う。だんだんいい感じになってきたみたいな、うん、これを考えるの楽しいじゃないですか。そう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 。で、それ思った通りに決まった時が一番気持ちいい。最高なんですよね、うん、ただ一つ分かったのはやっぱ師匠の言う通りには変わねえんだなっていう何回言ってもさすが古文。はい、ありがとうございます、うん、一番無難に考えるんだったら6はちょっと届かないとして、はい、1、2、4、5、2、4、5だったらもうこうなったら当たりだよね。なるほど、1、2、4、5、2、4、5、2、4、5、2、4、5ならあとはその展開信じて。私自分の展開信じます。よし、じゃあ開こう。はい、そんなことあるってぐらい書き間違えてるんですけど、どうしたらいいんですかこれ。うわー、変えるんかーい。間違えたせいでダブったとこあるんですけど、これでいきます。おー、あー、いってない。揃った。ダメだってなるともうダメだ。これじゃあ 1,2 が普通に逃げればいいんですよね。普通に逃げてくれたらいいんですよ。流れて1、2じゃん。あ、1、2、え、5、しかも1、2、5になったら来た来た来た2、あの、ダブってるやつです。あー、なんかおかしいぞ、なんかおかしいぞ、ごっちゃってるごっちゃってる、ごっちゃってる、あー、そんなことあるの。なんでこれ大波乱ですよ。2が こじ開けた。なんで、ま、あー、また飛ぶいろいろあるなぁ。え、似合ったもん。これは大波乱ですよ。大波乱すぎますよ。当たってます。当たるわけがないですね。1と4がもう飛んでるんですごい、なんか波強いんですかね。風だね。風、235なら831倍。今日初めて僕ら そのセオリー的な予想をしていたらどうやっても買えないであろう。そうですよね。あああああああ、あ、いやいや、これ23買ってる人なら激アツだろう。うわ、いや5じゃないか。 5っぽいですね。1000円持ったら83万ですよ。あれは買えなくないですか。無理、こういうの当てちゃうと体壊すからね。確かにどういう症状出るんですか。やった、来たってなって、そっからもうそういうのばっかりを想像しだすのよ。あっという間にこれのお金がなくなります。うん、悔しくないです。だから全然悔しくないです。よし、もう来い来い、よしオッケー、いったろ。なんとかなっちゃうよね。俺2回しか当たってないけど、だから抜けられないですよね、この楽しさに。あ、やめられないですね、正しく。あ、そうですやめられないです。